ただいまから八幡平市交通指導員防犯隊員辞令交付式を始めてまいります。関口義人八幡平市交通指導員を命ずる。任期は平成29年4月1日から。村瀬隆八幡平市防犯隊員を命ずる。村木和明八幡平市防犯隊員を命ずる。中軽舞保つ、はい、中軽舞保つ八幡平市防犯隊員を命ずる。で新たに指導員あるいは防犯隊員に、募集にいただく事例をただいま交付させていただきました。当然イベントも多いわけで、そういう観点からは指導員の皆さん、そしてまた防犯隊員の皆さんには本当に献身的な活動をしていただき、その結果として、安全安心な街を